皆さんこんにちは。魚で野菜を育てるアクアポニクス大学です。今回の動画では自動的に水位を上下させるベルサイフォンの仕組みとアクアポニクスにベルサイフォンを使う理由を紹介していきます。アクアポニクス大学ではアクアポニクスに関する知識や制作の様子など様々な情報をこれからも発信していきます。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画の感想やアクアポニクスについてこんな情報が知りたいなどご要望がありましたらぜひコメントしてください。今回の動画はこの流れに沿って説明していきます。まずベルサイフォンとは何か、次にベルサイフォンをアクアポニクスに使う理由について、最後にベルサイフォンを運用する際によくあるトラブルについてです。それではまずベルサイフォンとは何か解説していきます。そもそもサイフォンって何？と思われるかもしれませんので、まずサイフォンの原理について解説していきます。サイフォンの原理とは、高い位置にある液体を低い位置にホースなど管などでつないで流す際に、管内が液体で満たされていると管の途中に高い地点があってもポンプで汲み上げることなく水が流れ続ける原理のことです。灯油のポンプも同じ原理が利用されています。その逆に低い位置を液体が通って水が運ばれる仕組みを逆サイフォンと言います。石川県の金沢市にある兼六園の噴水にこの原理が使われていることでも有名です。では実際にサイフォンで水が移動する様子を見ていきましょう。水で満たされたホースの出口を水面より低い位置に持っていくと水が流れ出すのがわかります。逆に水面と同じ高さにすると水は止まります。サイフォンの原理ではこのように出発地点の水面の高さと高低差が大きければ大きいほど水の勢いが増していきます。ではサイフォンの原理を応用したベルサイフォンについて解説していきます。ベルサイフォンはサイフォンの原理が働いたり止まったりすることでコンテナ内の水位を上下させる方法です。ベルサイフォンはこの図のようにオーバーフロー管を覆うようにサイフォン管をかぶせて作ります。このサイフォン管の内部が水で満たされるとサイフォンの原理が働き、コンテナ内の水がすべて吐き出されます。水がなくなりサイフォン管の中に空気が入り込むとサイフォンが止まり、またコンテナの中に水が溜まっていきます。このようにポンプを利用することなく自然の原理を利用して水位を上下させることができるのがベルサイフォンです。この図はサイフォン管の中の空気が抜ける様子です。空気はオーバーフロー管を通って落ちる水と一緒に外へ排出されます。そのためサイフォン管とオーバーフロー管の距離が近い方がサイフォンの原理が働きやすいです。逆に距離が離れていると空気が抜けるのに時間がかかったり、うまく空気が抜けずサイフォンが働きにくくなります。では実際にベルサイフォンが機能する様子を見てみましょう。ではベルサイフォンの中でどのように水が動いているか図で解説していきます。水がコンテナに注がれると徐々に水位が上がっていきます。一定の水位になるとオーバーフロー管から水が流れ始めます。すると空気も一緒に排出されていきます。サイフォン管内部の空気がなくなり水で満たされるとサイフォンの原理が働きます。すると勢いよく水がコンテナの外へ排出されていきます。水が排出されサイフォン管の中に空気が入り込むとサイフォンの原理が止まり、また水が増えていきます。ベルサイフォンをアクアポニクスに取り付けるとこうしたことが自然に繰り返されるようになります。
からはなぜベルサイフォンをアクアポニクスに使うのか解説していきます。ベルサイフォンが利用されるのは左の写真のようなメディアベッド方式の栽培方法です。ベルサイフォンを使わずにオーバーフローで水を循環させる方法では水位は右の図のように常に一定になります。そのため植物の根は水に絶えず浸かってしまい酸素が根に届きにくくなります。植物の根は水や栄養を吸収するだけでなく酸素も取り込んでいます。もし根から酸素を取り込めないと室蓋と呼ばれる現象が生じます。根腐れや植物が枯れる現象ですね。水がうまく循環していれば酸素がなくなることはありませんが、水温やアクアポニクスの環境によっては水の中の酸素濃度が低くなることがあります。ではベルサイフォンを使うとどうなるでしょうか。メディアベッドにベルサイフォンを取り付けると水位が自動で上下しますので強制的に根に酸素が送られるようになります。植物によっては根域の酸素濃度が上がると成長が良くなり収量が多くなることが確認されています。単純に酸素が根に供給されるだけでなく植物の成長が促進されるというメリットがあるんですね。またメディアにも酸素が多く供給されるため好気性細菌である消化細菌の働きを良くする効果も期待できます。こうした理由からアクアポニクスではベルサイフォンが利用されるんですね。では最後にベルサイフォンを運用する上でよくあるトラブルを解説します。まずサイフォン管を取り付けてもサイフォンの原理が働かないことがあります。サイフォンが働かない原因は給水量が少なくオーバーフロー管から流れる水と釣り合ってしまう場合やサイフォン管とオーバーフロー管の間にある空気が抜けないためにサイフォンの原理が働かないことが挙げられます。対策としましては給水量を増やしてあげる、もしくはオーバーフロー管とサイフォン管の間を狭くすると空気が抜けやすくなりサイフォンの原理が働くようになるでしょう。次は逆にサイフォンが止まらない場合です。ベルサイフォンを実際に作ってみると逆にサイフォンの原理が止まらないことがあります。この原因として給水量と排水量が釣り合ってしまいサイフォン管の中に空気がうまく取り込まれずサイフォンの原理が止まらないことが考えられます。対策としては給水量を調節して少なくするか排水量を増やすために排水管の径を大きくすると改善できるでしょう。このようにベルサイフォンを作る際は給水と排水のバランスを考えることが大事なポイントです。最後にベルサイフォンを運用していると排水の勢いが悪くなることがあります。排水が悪くなるとサイフォンの原理が働きにくくなることがあります。原因としては野菜の根やゴミが配管に引っかかり詰まらせていることが考えられます。この対策としては点検も兼ねて定期的にサイフォン管を開けて掃除すると良いでしょう。定期的なメンテナンスはトラブルを防いでくれます。これでベルサイフォンに関する解説は終わりです。ぜひメディアベッドのアクアポニクスを作る際にはベルサイフォンを取り付けてみてください。今回の動画が参考になった役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。今回の動画に関する質問や今後の動画のリクエストについてはコメント欄にご記入ください。今後もこのチャンネルではアクアポニクスに関する情報やアクアポニクスを制作する動画を紹介していきます。それではご視聴ありがとうございました。